それでは今回は前回の仮定法の動画から生じた疑問である太陽が東から昇るという時にはなぜ前置詞に from を使わずに in を使わなければならないのかということについて説明していきます。それを理解するためにまずは前置詞 from のイメージから掴んでいきましょう。 from というのは出発地点というイメージがあります。例えば I moved from Japan to America というふうに言えば日本からアメリカに引っ越したという意味になります。この時 from が使われていますが、この from が表すのは日本を起点にしてアメリカに出発したという出発地点を表しています。ここで気をつけてほしいのは I moved from Japan to America といった時に実際に動く対象となるのはこの文章の主語である自分自身であるということです。それではこれを太陽の例でも見ていきます。もし太陽の例でもこのように from を使って書いてしまうとどういう風になるかというと、 from ということは動いているのはその文の主語自身なので太陽自身が動いているという風になってしまいます。確かに地球にいる私たちの視点から見れば太陽はこのように東から西にかけて動いているように見えます。しかし誰もが知っているように実際に動いているのは太陽の方ではなく自分たちです。なのでこの場合前置詞の from は使えないということを覚えてください。ではなぜ in を使うのかということですが、 in のイメージとしては空間です。例えば the ball is in the box というふうに言えばボールが箱という空間の中にあるということを示します。太陽の例で見た時も太陽が東の方から上がるということですが、厳密に言えば太陽は東の方の空間で上がっています。なので太陽が上がるという時は from ではなく in を使うことになります。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。次の授業動画はこちらから。そして今日の英単語1問はこちら。答えが気になる方は概要欄をぜひチェックしてみてください。それではまた次の授業動画でお会いしましょう。バイバイ。